ドルフィンマイナス -3K は海洋科学技術センターが開発、運用していた優作式遠隔操作式の無人潜水機。ジャンステックでは1981年10月に深海に0を瞬行させて有人潜水調査船の運用に着手した。当時、ジャンステックには他に潜水調査船がなかったことから仮に動船が自力浮上不能になる事故が生じた場合は アメリカ海軍の3000メートル級ローフであるカーブ3を C-5 輸送機によって空輸展開し、救難活動を行うことが計画されていた。しかし、アメリカ軍の協力を仰ぐ、関係上、深海に船の船内生存可能時間内に救助できるかという点で疑義が呈されていた。このことから、ジャンステック自身が保有、運用するローフとして開発されたのが本気である。 無人潜水機としては、すでに、1979年に200メートル9ローフの試作機として、JTV-1、1981年には、製品化を前提にした JTV-2 の開発によって宣弁が付けられていた。また、1982年からは500メートル9ローフとして、高熱 -500 も開発されていた。これらの実績を踏まえて、開発は、 昭和57年度より着手され、模型試験などを経て、昭和59年度でビークル本体部が製作された。背面からの写真本機は、同時に本最大にして、最も深い振動で活動できる、ローフであった。洗浄装置とビークル本体、テザーケーブルによって構成されており、重継器や重水を持たない、優作、自公式、ローフとして開発された。 ビークルは、純地ンを用いたフレーム。動力は、電動油圧式であり、油圧供給用の電動機としては、出力 40kW、2250V、60Hz、4極、1740RPM のカ護形3、小誘導電動機が搭載された。また、これによって駆動される油圧ポンプは、内田ハイドローマティック A7V78 であった。給電はケーブルを介して、 母染上より行われた。センサとしては前方障害物探査用と方位探知用のソナーを一機ずつ、カラーと白黒のテレビカメラを一機ずつ備えていた。またその後、1991年にはカメラの更新が行われ、超高感度のスーパーハープカメラとカラー CCD カメラ、後方白黒カメラの組み合わせとなった。資料採取用としては、 機体全部に1体のマニピュレーターを備えており、右手は7自由度のマスタースレーブ方式のマニピュレーター、左手は5自由度のレートコントロール方式のグラバーとされている。テザーケーブルは長さ5000メートル、直径30ミリであり、ローフ本体を支えるとともに強力な潮流力にも耐える必要もあることから、ジャンステックと藤倉電線、 三井造船の共同研究によって開発された高強度の光ファイバー、電線の複合ケーブルが用いられている。光通信にはパルス複合変調によるデジタル伝送方式が用いられており、ビークルから線上へは 400Mbps、線上からビークルへは 900Kbps で送信されていた。このような高速デジタル交通信は、ローフ用としては、 当時世界に例を見ないものであった。建造は、三井造船により行われた。1986年8月に、ビークルの組み立てが完了し、1987年1月から8月に、かけて、まず、海洋により、実海面での性能試験が行われた。続いて1988年1月より、夏島での運用訓練が開始され、両船での運用体制が整備された。 1997年に発生したナホトカ号重油流出事故ではディープ島と共に先行調査に投入された。また同年末には1944年に米軍の潜水艦に撃沈された津島丸の調査を行い、船営を確認している。2000年には宇宙開発事業団が打ち上げに失敗して水没した H2 ロケット8号機の探査にも投入され、2002年の 運行休止までに576回の選考を行った。引退後は名古屋市科学館で展示されている。なお、本機のような3000メートル級ローフは研究者からのニーズが多いことから同クラスのローフとしてハイパードルフィンが導入され、2000年より調査選考に導入されている。ありがとうございます。